工人教事件は、1953年11月11日、立命館大学広工事キャンパスでの集会に、合流しようとした京都大学の学生デモ隊と警官隊が京都市内の工人教場で衝突した事件である。1953年、日本国内の大学は、戦争による被害から未だ立ち直っておらず、朝鮮戦争や再軍備に伴う財政技術目により、 貧弱な教学環境を強いられていた。またレッドパージなどを通じた国家の介入により、大学自治も大きく制約を受けていた。この年、全学連中央委員会は、教授、職員学生の団結によって明るい学園を復興しようスローガンとした学園復興会議を京都の3大学を会場に5日間の予定で開催することを決定した。 会場となった三大学は、京都、同志社、立命館各大学であったが、このうち京都大学では会場に予定されていた、法教一番教室の使用を大学当局が認めようとせず、警官隊導入により抗議する学生を排除するなどしていたため当局と学生実地会である同学会との間には、険悪な雰囲気が漂っていた。復興会議は11月8日、 同志社大学名徳館を会場として、第1日目が開催され、全国から相当数の学生が集まった。同時期にはまた、戦没学生記念のために制作されたにもかかわらず、受け入れ先が決まっていなかった、和田積蔵が、末川博総長などの尽力によりようやく、立命大に受け入れられこの地に混流されることが決まっていた。復興会議の 第四日目である11月11日、和田摘造は立命大に到着し、当日市内では造を先頭に押し立てた歓迎デモが行われていた。同じ日、京大の学生たちは会場使用を拒否した大学への抗議行動を終えた。後、和田摘造歓迎のデモ、及び立命大の広告時に、所在で開催中の復興会議に参加するため、約100名がデモ隊列を組んで、 この絵通を経由し、鴨川に架か,かる高人橋を渡ろうとした。しかし、京都市警はこれを、不法でも富なし午後4時45分頃デモ隊の渡し橋を阻止したため、学生ともみ合いになり橋の南側欄間が倒れた。これにより、身動きの取れなくなっていた最前列の学生15名が浅瀬に落下、うち7名が頭蓋骨折や骨盤骨折を含む重軽傷を負った。 他の学生は立命大での会議に参加したが、会議は死刑当局に対する抗議集会に切り替えられ、死刑本部に対する抗議デモが決議された。600名に上るデモ隊は、夜9時ごろ死刑本部に向かい玄関前で、抗議集会を開始したが、催涙弾などで強制排除され、10時過ぎに再び集合して抗議弾を編成、死刑本部長に面会を要求しようとした。 しかし、ここで警官隊200名余りが警告抜きに学生たちに襲いかかり、学生側は後頭部を割られるなど重軽傷者70名を出した。京大当局も学生の抗議行動に対し強硬な態度で臨んだ。11月17日には本部棟で抗議の座り込みを行った学生に対し警官隊を導入して排除した。また、 同学会による無期限ストライキが決議されると、大学当局は無期限ストは、学長の告示に違反するとして12月1日には、同学会及び、吉田文工自治会の役員6名に、無期定額などの処分を下した。最も重い処分となったのは、同学会中央執行委員として、学園復興会議の開催に奔走していた、文学部生の松浦玲で、 大学より思いっぱなし学処分となった。なお、松浦は当時、兄弟寄宿舎の社生であり、寄宿舎は処分に反対して、松浦を引き続き在社させようとしたが、兄弟当局は寄宿舎に圧力をかけて、松浦を退社させた。以後、寄宿舎は、両性の入り大量権を含む自治権の拡大を目指して、大学当局と繰り返し衝突するようになった。被害者は、京都市を、 相手取り損害賠償を求める訴訟を起こし、勝訴した。1959年10月、京都市は地裁判決に従い、総額27万円の損害賠償金を支払った。ありがとうございます。